こんにちは、フィフィです。中国では今、これまで唯一業績が良かった IT 企業までもが大赤字です。AC 最大手のアリババは11月17日に発表した今年7月から9月期の決算で、純損益が日本円で約4400億円の赤字だったことを明かしました。 これ前の年の同じ時期には約661億円の黒字だったんです。だから今年は大幅に売り上げが落ち込んで大きな赤字を出したことがわかります。アリババ株をたくさん持っているソフトバンクは大丈夫なんでしょうか中国では新型コロナの感染拡大と先月までゼロコロナ政策で厳しい行動制限をかけていたので個人消費がずっと低迷したままなんです。 以前は、それでも凄盛消費が拡大して、こうしたアリババのようなネット通販での需要も大きかったんですが、もう仕事もないし、収入もガクッと減って、今の中国人民にネットで多くのものを買い物する余裕はなくなったんです。中国はどんどん貧しくなります。もう中国でネット通販が大儲けできた時代は終わってしまったようです。 IT 大手企業では従業員の解雇をしたり、また新規採用をストップしています。それはアリババでも例外ではありません。2022年の初めから1万5000人以上のリストラをしています。というか、これ何もゼロコロナ政策だけが影響して中国の IT 企業の業績が悪くなっているわけではありません。 習近平体制への言動が生意気だという理由から中国の大手 IT 企業は、習近平主席の目の敵にされて、締め付けが強化されているんです。あと、米中争いにも挟まれて成長を抑えられているんです。アメリカに上場しようとしていた中国の IT 企業は、アメリカから情報をすべて開示するように求められています。で中国共産党とのつながりや、 あとは中国軍とのつながりがないか調べるためなんですね。 でも中国政府はそれによってこれらの中国の IT 企業が持っている膨大な顧客データがアメリカに流れるのを嫌がるんです。だからアメリカに上場しないように IT 企業は中国政府からも圧力をかけられています。まあ、こうした背景もあってせっかくグローバル企業にまで成長した中国の IT 企業は業績が急速に悪くなっていったんです。中国スマートフォン大手のシャオミも 最近新たにリストラを開始したというニュースが流れました。今回のリストラの規模は大きくて、スマホ部門やインターネット部門、中国部門など、いくつもの部門で行われているそうです。中国部門の中には、解雇率が75%にも上る部署もあるそうです。まあでも、シャオミの業績はこのところ悪いので、大規模なリストラが行われていても不思議ではありません。 シャオミの決算報告書を見ると今年7月から9月期のスマホ事業の売上高は前の年よりも11%減少していますシャオミの家電製品事業とインターネットサービス事業も売上が良くないそうですだいたい中国の IT 企業はアメリカからも締め出されています中国の最大手のスマホメーカーファーウェイなんてまさにその代表例なんです アメリカからの厳しい制裁を受けたことで、市場から締め出されて売り上げも減少しましたし、もそもそも最先端の半導体を入手することができなくなってしまって、5G 市場に参入することもできなくなりました。 ちなみに不動産債務問題でデフォルトした中国一の不動産開発会社、恒大集団は、その後電気自動車事業を始めると言って、まあ、結局失敗していますが、実はファーベイも電気自動車事業をしているんです。ただこちらもうまくはいっていません。大きな赤字を出しているんです。今年の7月から6月期の決算で約 322億円の赤字だと発表されました。これ前の年の損失額が約4億円だったので、随分と悪くなっているんですね。あと中国の大手生鮮食品のネットスーパーのミスフレッシュも最近になって経営破綻しました。ミスフレッシュはスマートフォンアプリで注文した生鮮食品を顧客にすぐに配送するサービスで急成長しました。 2021年6月にはアメリカのナスダックにも上場したんです。ただそれからわずか1年余りの2022年7月末、事業継続が困難になったとして、突然サービスを停止して従業員の大部分を解雇しました。ただミスフレッシュは解雇した従業員への未払い賃金と商品サプライヤーに対する未払い金、 161億円の支払いが滞ったままになっているそうです。まあ、こうした状況に追い込まれた大手企業が中国では少なくないんですね。中国では経営破綻する企業も多いですし、そもそも経営難にある企業も多いので、失業者が増加しています。中国政府は若者の失業率を18%と発表していますが、 実際にはもっと多い20万人から25万人とも言われています。中国でトップの北京大学では毎年大手民間企業が夏にキャンパスで人材探しをするんですが、今年は採用担当者の姿はなかったそうです。中国の成長率は過去数十年間で最低になったからなんですね。 まあ北京大学の学生でもなかなか就職が難しい状況ですから中国では今公務員を希望すする学生が多いそうです中国の国営メディアによると中国では今年全国で260万人余りが公務員試験の受験を申し込んでいて中央政府で3万7,000件省や都市で計数万件の職を求めて奪い合いが起きているそうです。 まあただ一部の都市では財政難から公務員の賃金を下げたりもしているんですね。それでも公務員職に対してこれまでにないくらい若者からの応募が寄せられていると言います。ただ中国はやはり規模がでかいですからね。来年の大学卒業予定者数は1160万人で、これはベルギーの全人口に匹敵する数なんですね。 多くの若者が就職できない状況になるだろうと言われていますちなみに中国では12月の初めに予定されていた公務員試験がコロナの影響で延期されたそうです、まあ、でも新しい日程はまだ発表されていないので受験する若者たちのストレスが溜まっているそうです中国の公務員職は人気の高い職種なんです 今も自分の子供が国営企業や公務員に就職することは家族にとって誇りなんですね。公務員の年間給与ですが平均10万元ぐらい、日本円で190万円くらいになります。ただこれも沿岸部の大都市では3倍から4倍もらうこともあるので人気があるんです。 これ民間企業の同じような職種よりはるかに高い場合もありますし住宅補助など福利厚生も手厚いので中国では公務員が人気なんですただ今は先ほども言いました中国の地方都市ではすでに財政難なので公務員の給料を下げている地域もあるんです最大で3分の1ほど引き下げた地域も結構あるんですね それでもやはり民間より安定しているし条件がいいということで中国では依然公務員職が人気なんですまあこんな経済状況ですから中国から資金が今どんどん流出しています中国政府の金融データによると今年の6月までの半年間で1010 10億ドルも流出したといいます これ日本円で13兆4000億円くらいになります。今年は年間を通して流出額が2016年以降で最大となる勢いです。債券市場のデータを見ても外国人投資家の売買動向は8月まで7ヶ月間連続で売りが続いています。 これ、今年の中旬頃のデータですから、多分今はもっと中国から資金がものすごい勢いで外に流れていると思います。まあ、こうしてお話ししてきたように、中国の雇用状況はかなり悪いです。中国企業の多くが経営難に陥っているからなんです。そして、外国人投資家には中国経済はもう終わったと判断されているのでしょう。 さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。